寄り島漁港。今日はね、寄島、浅口市寄島町にある寄島海鮮市場で昼ご飯をしようと思います。寄島海鮮市場、え、その前に出たの？めっちゃ前に出てね、こうなった。それでもいいやべえな。じゃあこうない椅子持つ前にしたらいいじゃん。ええんじゃこれで。お前は前出てるじゃない。はい、ってこと肌が見える。はい、ってことで、浅口市寄島の佐藤商店っていう、魚とか惣菜屋さんでね、今日はお昼ご飯にしようかなと思って今日は買ってきました。とりあえず買ってきたのはこちらでございます。寝太っていうのかな、寝太ちっちゃい魚のなんかで南蛮漬けみたいなやつ、これ丸々食べれるんだろう。寝太買ってきました。これはママの海苔弁当、安いよな、400円、うん、結構ご飯もぎっしり入ってる。美味しそう。じゃじゃーん、これはね、これはうまい特産品、特産品マナガツオ刺身、寄島のマナガツオですね。はい、この前マナガツオ食べましたけど、今日もマナガツオ食べましょう。刺身で、僕のご飯が上アナゴ飯。アナゴ飯美味しそう。よ、これもね、寄島のアナゴだと思います。じゃあ 0.00、お疲れです。これ食べました、花ガツオの刺身で。いただきます。花ガツオの醤油かけます。うまい。うん、見せて、どれが美味しかった。ちくわ、ちくわ、いただきます。なんでバカチンが。マナガツオいきます。絶対うまいよこれ、朝どれ新鮮。あ、うまい。うん、マナガツオうま、海弁うま。これとんかつ？ん？これ？うん、これ魚じゃん、白身魚だよ。海苔弁って大体そうだね。なんかとんかつっぽくない形がなんか、うん、家で、家で揚げるとんかつみたいな形だよ。めっちゃ大きい。白身魚のフライって美味しいよな。うん、でもなんか自分の頭の中のレパートリーにはねえよな。まあ、あんま家で作る感じじゃねえよな。うん、でも昔二人暮らしでしょ、食べた時さ、うん、フライ、白身魚のフライとかさ、うん、カレーのムニエルとか作るやつも覚えてる。うん、なんか魚出しちゃったよな、あの時なんか、うん、まあ子供がおらんかったら魚でもいいけどな、うん、子供好きよな、魚何やら好きだけどな、骨取るの大義ないな。骨なしの魚とかやったらいいけどな。うん、
怖いんや。まだ引っかからんかな。うん、めっちゃ美味しいし、めっちゃ肉厚。うまっ。うまくね。うん、あ、めっちゃうめえな。うん、ソースはかけた、かかっとった、うん、かかっ、いや、かけた。うん、うん、こういう佐藤商店とかさ、マカラズ屋とかさ、うん、全部だいたい味濃いんよ、ね、薄味のお上品な感じではねえけん。濃いかな。濃い。じゃあさ、これはアナゴ飯食べてみて。あと、絶対うまいよこれ、うん、うまい。いただきます。うん、あ、うまっ。うまい。うん、タレが結構しっかりついてるって美味しい。うん、あ、うまいわ。タレケチっとるところ嫌やな。うん、わあの、そこまでタレがついてる。うん、これうまいわ、アナゴ飯。うん、うん、なんかのコメントでさ、ちゃんって時、うん、なんか食べあるところで、うん、外を見るタイプと目つむるタイプって書かれとってさ、外見ろ。今ふと外見よう、食べながらこうやって、うん、毎回ほんまじゃと思って外見るタイプじゃ見よう。いい、こんな感じ。そう、多分おいしいな、これ。それはやりすぎじゃん。うまい。アナゴ飯マジうまいわ。アナゴがめちゃくちゃもう大量に入ってますからね。うなぎよりアナゴが好きなんだけど、これどう違うのか。まずうなぎとアナゴの違いが分からん。ラーメン食えばもう食える。何やか食える会食。お疲れでした。え、これ食べるよ。うん、うん、うん、美味しいだろ。めっちゃうまい、アナゴ飯。てか、一押し、一押しですわ、佐藤商店のアナゴ飯。タレかけんでも十分かかってる、タレが、うん、うまい。いいよね、この丼系、そう、アナゴとかうなぎでタレの好みがあるけど、ある程度かかっとってプラス追加でこういうタレがついてるのって嬉しいですよね。うまい。ご飯がのしっかりね、そこまでタレがついてる。うん、うまっ。何番付け？ねぶと。ねぶとって何なの？え、魚、ちっちゃい魚。昔から食うよるけど、何の魚か知らん。ちっちゃい一口サイズ。あ、もう頭取ってくれとんねえからな。全部食えるもんな。うん、うまっ。頭は食べるのこれ？頭落としとるぐらいが食べるのよ、覚えてねえ。ねぶとの南蛮漬け、うまいな。じいちゃんがさ、うん、
昔漁師だったけどさ、なんかみーが生まれる前にもう辞めとんだけど、うん、漁師仲間からこういうのもらえるんよ。うん、りょうばあちゃんが作りよったねぶとの南蛮漬けとか。あ、うまいわこれねぶと。うやろ、これ買っても安いんじゃない、こういうのさ。ねぶと今度もらいくよ。ワカサギって、でもこれでも鱗取らないといけないの、一匹ずつ。知らんのね。知らんの、下処理の仕方やっぱ見よらんもん。かわいい、熱帯魚みたいな。うん、思ったより骨食えるな。うん、ほんとなんかさすがに中の骨勝てんかなと思ってた。でも子供らはどうじゃろうなんて感じ。みゆんちの子供らは、うん、でも多分昔あの骨をもうちょっと大きかったんよ、食よったやつ、うん、ちっちゃい子大きく見えたかもしれんけど、で骨取りよったもんかって食って見たけど。ねぶと美味しいな。ワカサギと2つあったよな、種類が、うん、で懐かしいけねぶとにしたい。うまい。卵飯と南蛮漬けがおすすめ。え、のり弁もおすすめよ。こういうとこの素材って美味しいんやな。うん、いや、食べな。うまっ。はい、ということでごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったです。もうお腹いっぱい、だいぶ来とるな。もう食えんの次。あ、行きゃ食えん。それはちょっとね、まだ時間があるんで、あるか海沿い行って笠岡の方ブラッとしようかなと。交差点、信号がない交差点に入ります。ぐるぐる交差点っていうのは何違う、何交差点っていうのこれ。環境感動優先、これ違うか。何交差点なんだろうな。感動優先、感動優先って信号がないってな。止まらんでもいい。大島中学校、大島中はい、笠岡ラーメン鴻島にお立つというねラーメン屋に来ました。中華そば、これ中華そばですね。中華そば2つ、はい、はい、チャーシューは鶏肉硬いか。チャーシュー、うん、親分やなこれ。うん、美味しい。スープは濃い。濃い、濃い子はない、普通ちょうどいい、食べやすい、さっぱり。うん、美味しい。美味しい。
噛み応えがすごいな。うん、上野のリード美味しかったな。美味しかった、お腹いっぱい。クソから空が多いね。景色だわ。痛くなってきちゃった。ここが寄り島の青坂海岸。青に花って書くかな。青にさっていう字。めっちゃ虫おるよ。釣れるんかな、この釣りそうです。暑い。日焼けすんじゃん、日焼け止めだったもん。腕は抜いてない、顔は抜いてる。どうしておけんでくれた。船虫キモいな。船虫キモいな。でもすげえな、ちゃんと逃げてくれるけえな。うん、歩いたらもう下に行ってくれよな。あ、道を開けてくれるね。向かってくるやつ俺は。ああ向かってくる系の牛は飛び込んでめえ。ええけど連れて帰らんよ。なんで？もう車濡れるから。イエーイ。イエーイ。以上。イエーイ。ここはあの映画のトンビっていう映画の阿部寛さんとかねのロケ地です、ここが。阿部寛誰だったかな。阿部寛。阿部寛だったっけ。あとは誰。北村匠海。ああ。と、アンさん。なるってね、トンビのロケ地でした。以上でした。以上です。寄り島旅終了。